G7 に呼ばれたムン・ジェイン大統領が各国歴訪もセンチメンタルジャーニーだな。韓国のムン・ジェイン大統領は11日、現地時間、G7 ・先進7カ国サミットの開催地である英国コーンウォールに到着し、G7 サミット及びオーストリア・スペインの国賓訪問という6泊8日の日程を開始した。 議長国のジョンソン A 首相の招待で G7 サミットに参席したムン大統領は、今回3つの拡大会議のセッションに参加する。ジョンソン首相は、韓国をはじめインド、オーストラリア、南アフリカの4カ国の首脳を、公式に調整した。ムン大統領は、拡大会議でグローバル、ワクチン供給の拡大、保険の強化案を話し合い、 ついで開かれた社会的価値拡散ののための協力策について意見を交換する予定 G7 というのは民主主義の主要国の集まりですので、権威主義を強めるロシアや中国などに、G7 が団結してどうやって対応していくか、このあたりの議論も注目される点です。特に中国は、ワクチン外交、それから人権問題、力による一方的な現状変更の試みなど、コロナ禍で威圧的な行動がさらに目立ってきています。 経済面でも半導体、レアアースなどサプライチェーンを中国に依存するリスクが改めて指摘されていますしアメリカは中国の一帯一路に対抗する途上国のインフラ支援策なども話したいとしていますとにかくどんなテーマで話をしても中国を念頭にした議論が繰り広げられそうです。 中国外務省の発表によりますと9日の会談で王毅外相はアメリカが進めるインド太平洋戦略は冷戦思考に満ち平和と安定に不利益だと指摘し中国は断固反対すると強調しましたさらに韓国は友好的な隣国との認識を示した上で正しい立場を堅持し他国の意見に同調すべきではないと迫りました中国は、 韓国は友好的な隣国との認識を示した上で、正しい立場を堅持し、他国の意見に同調すべきではないとぐさり釘を刺した。だから曖昧なコウモリ発言で失笑されるか。文大統領が参加できるのは拡大会議、すでに G7 の本会議で決まったことをこう決まったので黙って従うようにと言われに行くだけ。 さらに読んでやったのに手ぶらはないねと貢献も求められる。どっさり貢献宿題をもらうのが関の山。国内からそっぽ向かれる。苦い思い出になる夫婦センチメンタルジャーニーだろうか。お聞きいただき感謝申し上げます。